では、阿部大地選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。現在の心境はいかがでしょうか？現在の心境は、めちゃくちゃ楽しみです。日曜日が早く待ち遠しいんで、早く相手の音をぶっ倒したいです。今回ウェルター級から体重を落としてライト級での試合ということですが、コンディションや減量などは順調ですか？順調ですね。もうなんか減量にも、今回プロのコーチつけてるんで、体重調整も順調に進んでますね。はい。ライジンでのライト級は今現王者のコベルトサトシソーダ選手をはじめ、各団体のトップ選手が集まっていますが、はい、そこに割って入る自信というのはありますか？自信めちゃくちゃあります。だから今回のアキラ選手との試合がすごい大事になると思うんで、しっかり、ライジンファンの人たちに見せたいなって思ってます。今回の開催相手アキラ選手の印象を教えていただけますか？アキラ選手の印象は、めっちゃ筋肉もりもりなイメージですね。でもやっぱり格闘技って筋肉がでかいだけが強いわけじゃないんで、スピードだったり、戦略だったりいろいろあると思うんで、その部分で倒したいと思います。ありがとうございます。今回ご自身でどんな試合展開になると予想しますか？そうですね、やっぱアグレッシブな試合が売りなんで、そこは、徹底して前に出る、面白い試合をやりたいと思ってます。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。それではマスコミの方から、ゴンカク松山さん、お願いいたします。はい、ゴンカク闘技松山です。お願いします。お願いします。先ほど減量の話、プロコーチもつけてということなんですけれど、現在の体重はどのくらいですか？今どんぐらいに見えますか？逆にどのぐらいなの？75キロぐらいですか？でかいですけど、まだ、はい、でかく見えますよね。これこう見えてもう72なんですよ。おー、もうじゃあ落とせますね。でも全然落ちますね。でもでかく見えるっていいことですね。いえ、どのくらいから、長期的に落としてきた感じですか？そうですね、77までは、違うな、80ぐらいまでは、ゆっくり落として、そこからは短期でやってます。じゃあ、ここ数日間で一気に結構落とした感じですか？そうですね、順調に落ちてやってます。はい、ました。その中でこう力が出せるようなこうスパーとかの手応えもある程度得られてますでしょうか？そうですね、なんかもう結構みんな組力とか今までやってても全然落ちてないって言ってて、まあ普通に植えれた時と同じぐらいの力は全然あるんで、それがライト級に出せると思うと結構楽しみですね。なるほど。はい、先ほど言ったマッチョのアキラ選手に対して当日はどのくらい戻すつもりですか？当日ですか？まだ、そこまで考えてないんですけど、とりあえず10は多分戻ると思うんで、はい、大きくなりますね。そうですね、はい。一つ練習の時に昔から交流のある五味貴則さんと練習してるのを見ました。はい、はい、それは今回セコンドへつくという話もちょっと聞きましたが、そうなんで本当なんでしょうか？ゴミさんついてくれます。はい、3日前も一緒に練習してて、その時もやっぱり組とかやってみた時にミドル級ぐらいの力あるよってやっぱ言ってくれてるんで、はい、ゴミさんとの、関係はいつからどういうふうに？ゴミさんとの関係はその UFC の時にスパーリング頼まれたんですよ、ゴミさんの。はい、でその時から、お付き合いさせてもらってます。で一回行かない時期もあったんですけど、で2年ぐらい前ですかね、その時からもう一回一緒に練習行くようになって、教わってます。尾身さんといえばラスカルですので、アキラさんの師匠にも当たります。そのこう関係の中で、アキラ選手に対アキラ戦の対策なども、あるいはこうアドバイスも得てますか？対策も一応やってますけど、多分アキラ選手も多分昔よりも進化してくると思ってるんで、そこはやっぱりアキラ選手のパターンは何パターンかやって、あとは自分の、技術なり
パワーをつける練習に特化してやってました。なるほど。はい。もう一つ、安倍選、コンバ選手とも、バウンサー時代に、同じ仕事をされてますよね。警備の仕事で。あ、昔やってました。はい。はい。一緒に同じ大会に出るということに考えもありますか。あ、もう一度お願いします。同じ大会に出ることになんかこう、感慨深いものもありますか。そうですね。一緒に、やっぱ、勝ちに行けたら嬉しいですね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。追加のご質問大丈夫そうでしょうか。それでは、はい。それでは、フジテレビ、田淵アナ、お願いいたします。フジテレビの田淵と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。UFC とかONEとか、いろいろ世界の格闘技も、MMA も経験された阿部選手ですけれども、はい、一番のこうライジンに見せたい自分の強み、ファイトスタイルみたいなものは何でしょうか。いや、強みはやっぱり昔から特化している、柔道であったり、やっぱり打撃が一番好きなんで、相手を、KO するところをやっぱり一般の視聴者の人たちには見したいです。対戦相手のアキラ選手に関してはイメージとしてはどうでしょう、グラップラーというか寝技での攻防っていう感じなんですか、それとも打撃で。あ、僕はやっぱり打撃がメインになると思います。だから一般の人でも、勝ち負けがやっぱすぐ分かりやすいと思うんで、まあ1ラウンド目から勝負はいきたいと思ってます。そこを見ていただければと思いますね。ありがとうございます。はい、ライジンはリングじゃないですか、ケージじゃなくて、はい、そのこうやりやすさややりにくさみたいなものっていうのはどう考えてますか。僕どっちも経験してるんですよ。キックも、リングで経験してて、でケージもどっちも経験してるんで、そんな変わんなかったんで、あんまりその辺を気にしてないですね。ありがとうございます。最後にこうライジンって花道がね、こう一つこうすごく盛り上がってスポットライトが見てっていう印象あるんですけれども、こうどんな雰囲気で登場したいっていうのか何かありますか。いや、入場か、はい、入場からもう会場が盛り上がるような、演出ができればいいなと思ってるんで、その花道を見ていて、みんなに見てほしいですね。ありがとうございました。ありがとうございました、うん、ありがとうございます。続いて今角松山さん、もう一度お願いします。ごめんなさい、もう一つだけ、明選手は、全員失神させますというふうに言ってました。会見でも言ってましたけど、その結果にはならないという、安倍さんとしてはそれを聞いてどのように感じてますか。はい、僕失神系をしたことはないんで分かんないんですけど、なんだろう、でパンチは多分一発はあると思うんですよ。でも、はい、スピードが遅いんで当たんないと思います。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。追加のご質問大丈夫そうですか。それでは阿部選手の試合前インタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。